門書きという記録は18冊見つかりました。幕末までのおよそ150年にわたって江戸幕府の奉行所で言い渡された判決が年代や刑罰ごとに記録されています。こちらは雇い主を殺した罪に問われ死刑の中でも最も重い貼り付けとされた男の判決です。最終的な結論を出した老中の名前が赤で書かれ、奉行所だけで判断せずに幕府中枢の役人にも伺いを立てていたことが確認できます。また付箋のようなものが貼られ過去の判決を参考に刑を考えていた様子が伺えます。無罪となったケースを集めた構えなしという冊子もありました。事情によっては刑罰を科さない判断をしていたこともわかります。江戸の裁判はドラマなどで描かれる一方、その記録は関東大震災で消失したものも多いといいます。今回最高裁判所の倉庫で見つかった記録について、最高裁は来年度をめどに国立公文書館に移管するということです。